リニューアル講座リリースの延期のお詫びとお知らせ。キャドーペ向けお役立ち情報チャンネル、キャドーペチャンネル。このチャンネルではキャドーペさんに向けスキルアップ情報、受注単価アップスキル、転職スキルをお届けしています。お届けするのは私、ワンオペで男の子3人を育てています建設のアナザーです。よろしくお願いいたします。今回はこちらリニューアル講座のリリースの延期のお詫びとお知らせをさせていただきます。いつもキャドーペチャンネルですね、ご利用いただき誠にありがとうございます。先にご案内いたしましたリニューアル講座のですね、こちらです。初めての建築ビーム21日チャレンジ、ビームシム21日チャレンジ、初めてのオートキャド 2D 初級クエスト、建築ビーム90日チャレンジ、ビームシム90日チャレンジについてですね、リリース日にして延期の方をですね、お知らせさせていただきます。誠に申し訳ございません。以下のスケジュールにてですね、リニューアルのリリースを予定しておりましたが、以前受講いただいた方、また公式の LINE の方からですね、いくつかお問い合わせを受けですね、公式 LINE に登録してくださっている方々にもぜひですね、緊急アンケートを取らせていただき、より一層の品質向上、サポート改善を進めさせていただき、リリースを延期させていただくことを決定いたしました。なお、緊急アンケートはですね、公式 LINE の方に本日2022年11月7日から8日の間に別途配信させていただきますので、少しお待ちくださいませ。以前のですね、リリース予定では、初めての建築ビーム21日チャレンジ、ビームシム21日チャレンジ、初めてのオートキャド 2D 初級クエストは本日2022年11月7日にリリース予定とさせていただいておりました。事前にご準備いただいたお客様、関係者の皆様にはご迷惑をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます。お問い合わせ内容やですね、今回配布させていただきます緊急アンケートの結果を反映してですね、現在はですね、リニューアルのリリースを2022年12月の中旬、もっと頑張れば前かなと思うんですが、ちょっとそちらの方に延期させていただこうと考えてございます。リリース日が確定した折には改めてリリース日お伝えしたいかと思ってございます。また今後のリリース予定に関してはこちらの通りですね、ちょっと考えております。ビームシムの90日チャレンジは12月の上旬、建築のビーム90日チャレンジは12月の中旬、再スタートのためのオートキャドのですね、中級クエストは2023年の1月、指名受注されるキャド検定の方ですね、検定を主にやるというところの上級クエストは2023年の2月の中旬、またゼロからオンライン講師、上の講師育成プログラムの方は2023年4月の上旬を予定してございます。ご不便ご迷惑をおかけしますが、安心してご利用いただけるサービスをですね、提供させていただくためご理解いただけますと幸いです。今後ともキャドーペチャンネルをよろしくお願いいたします。また講座の募集と開催ですね、詳しい開催はですね、今年度から公式 LINE アットにご登録いただいた方のみにですね、募集を知らせするということを約束させていただきました。ですので今ご覧のですね、このチャンネルではご覧いただくことのできない限定の特別バージョンでの受講スタイルに変更させていただきます。公式 LINE アットへのご参加お待ちしております。いかがでしたでしょうか。2023年に向けて一緒に学んでみませんか。あなたのご参加をお待ちしています。最後まで動画の方を見てくださり本当にありがとうございます。最後にいきますよ、ご用意は用意ですか。じゃんけんぽん、またね。建設アナザーはノート YouTube で展開してございます。もしよろしければノート YouTube で私を探してみてください。では、またねー。